皆さん、こんにちは。いつも心に太陽を。ゲームモデルの太陽です。今回紹介していく商品はこちら、ドン、じゃ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 ん、リーゼフォーメンという顔からのスタイリングワックスですね。で、ただのワックスじゃなくて水のワックスっていうことで、まあ最近すごく人気の商品になってるんですけど、ここですね、あの説得力が星3って書いてあるんですけど、1、2とかもあって、この3番を選んでみました。早速見ていきましょう。裏を見るとみずみずしい泡が髪全体にムラなく、水で濡らさず寝癖から一気にスタイリングできます。寝癖から一気にスタイリングできるって、そう。知的な印象を演出するスタイリッシュグリーンの香り。なんかすごい爽やかそうですね。まあでもさてさて、一体どんな風になっていくんでしょうか。寝癖から一気にスタイリングできるって書いてあるんで、実際に今回は動画のタイトルにもあるように、起きてから一体これを使って何分で家を出るまでができるかのタイムを測ってみようと思います。その動画がこちら、どうぞ。はい、動画のご視聴ありがとうございます。まあそうですね、率直に使ってみた感想なんですけども、まあぶっちゃけめっちゃ固まるっていうような感想ではありません。まあでもそれ、しかしですね、寝癖が治ったっていう点、それと結構ツヤ感が出てくれますね、かなり。なのでこっちである程度寝癖を直して、あの髪型の形はさっともうこの、あのトリエで固めてっていう、こういった使い方がすごくいいかなと思います。で、これをあのすごくおすすめしたい人たちなんですけど、僕は特に高校生、中学生とか本当に
学校で校則でワックスをつけることが禁止されているっていうところも結構あると思うんですけども、そういったところでまあ最低限の身なりとしてつけるのにいいかなってすごく思います。そして清潔感がめちゃめちゃ出ます。朝のすごい急いでる時間帯にひとまず最低限の身なりをまずは整えて、学校に着いたりとか職場に着いた時に持ってるワックスで改めて形を整えるっていうのに使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。すごく爽やかで僕は好きな商品でした。シーンによっては役に立ってくれる商品なんじゃないかなと思います。では以上で今回のこの花王のリーゼフォーメンという商品を紹介してきました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。あらせい。